皆さんこんにちは、根本整体の根本です。今日はぎっくり腰についてお話してみたいと思います。でぎっくり腰の患者さんによく言われるのですが、次から気をつけますということで、よく変えられる方が多いのですが、ぎっくり腰を気をつけようと思ってもなかなか難しいのではないかと私は思っています。でどういったお話かというと、よくですねぎっくり腰最近多いパターンとして、朝起きたら腰が痛いということで、本人はですねぎっくり腰だと思ってなくて私のところにご来院されてですね、施術をした時にいまいちこう施術が痛みが取りきれない場合にですね、だいたいぎっくり腰で筋肉に傷があるケースが多いです。そういった時に、これをですねテーピングを貼って固定すると楽になりますよということで、案の定テーピングをするとすごい楽だということを言われます。そういったことを考えるとですね、本人がぎっくり腰と気づいてなかっただけで、いつの間にかぎっくり腰ということが本当は結構起こっていると。寝てる間にどうやって気をつけたらいいのか、まず考えてみたら無理なわけですよね。でそう考えると、ぎっくり腰を気をつけて予防できるかという話になりますが、例えば朝起きて顔をですね洗おうと思ってほとんど屈曲をしないでもですね、顔を洗おうとした時にギグってやってしまう方もいますし、くしゃみをした時にぎっくり腰をやってしまう方も非常に多いですね。そういった考えるとぎっくり腰を気をつけて予防できるかということで、私は難しいと思っています。ですからぎっくり腰を予防するとしたら、私の整体を受けている方はですね、今まで年に何回かぎっくり腰をやっていた方が整体を受けることに定期的に受けるようになってからぎっくり腰を全くやらなくなったとか、あとは毎日ご自分で行動してですねストレッチをちゃんとしたやり方ですけど励行していただいてぎっくり腰が回数が減ったとか、そういったことはよく聞きます。ですからぎっくり腰の予防というのはあくまでも先手先手でですね、例えば寝る前にストレッチをすることで関節とかですね筋肉に遊びを作っておく、余裕を持ってですね、そういうことをやっておくと、先ほどお話した夜いつの間にかぎっくり腰みたいなのが予防できたりとか、そういった可能性はありますよね。ただ何もしないで気をつけますということで、それも一つはですね、姿勢とか繰り返しの動作でやってしまうので、確かに気をつける必要はあるんですけど、それだけでは不十分だということがわかると思います。今日はぎっくり腰をですね気をつけるというのはそれだけでは無理ということで、その前にですねストレッチをまずするとか筋トレをですねちょっとして正しい動作を身につけるとか、またあと整体で関節の動きをですね常に良くしておくとか、そういったことをやっていただかないとぎっくり腰を気をつけても効果がないということをお伝えしました。それでは最後まで動画をご視聴いただいて本当にありがとうございます。